やっぱりこう僕らエンターテイナーって求められてるうちが花だって僕はすごく思っています。なのでこうとにかく、オファーお話しいただいた仕事は絶対に断らないということを言うとおり、ただこう両方とも好きなんで両方ともこ うまくやっていけたらいいんですけど、こういずれはやっぱりこう選ばなきゃいけない時も多分そのタイミング的にあるだろうし、だからどっちかを絶対やりま、ずっと力入れますというか両方やっぱりこう力入れていきたいですし、あとソロやりたいんですよ。ソロの計画を立ててます、なんか自分のこうチーム作りたいなと思っても、そういうので皆さんと一緒に作っていけたらなとすごく思います。今年中今年中にある程度こうベースを作って来年に発表できればいいかなって思ってます。ありますか？とにかく家を出ない家を出ないはい、家を出ないことです。もうあのアニメ見てます。アニメ見たりゲームやったり、言っててもコンビニぐらい。あ、そうなんですか。ですかね。もうほぼほぼ僕出ないですね。でも本当ってこれあんま良くないなって最近思っていて、ただこうなんか連休が今 ないんですよ。ただもしちょっと休みが分かってて自分でプラン立てれるんだったら、もうちょっとなんかこう行動したいなっていう、いろいろ勉強はしたくて、はい、最近今見てるのがドロロを見てて。そうなんです。あとワンパンマン、あ、ワンパンマンでいいのか。ワンパンマン、そうです、知ってます。めちゃくちゃ面白くないですか？そうですね。いや本当に純粋に嬉しく思いますし、なんといってもこんだけこういろんな方にサポートされてるっていうことは本当にありがたいことですし、こうやっぱりこう自分一人で撮ったショーではないなってすごく感じてます。こう映画全体でスタッフ含め、共演者の皆さんがこう一丸となって作り上げたからこそ、こうみんなで撮ったショー、ただその代表者として僕が受け取ってるように、今は初めてショーを撮るんでそういう感覚になってしまうんですけど、はい、そういうふうに思いますね。ございますか？めちゃくちゃありましたよ。それこそこう、まあ、言葉の問題ですよね。まずは言葉の壁というものがあって、それを乗り越えるまでに時間かかって、ただこうその中でもこういろいろサポートしてくれた友達とか先生とか、もちろん両親もそうなんですけれども、がたくさんいて、その方々のおかげでこう1年ぐらいでやっとちゃんと喋れるようになって、ただやっぱ最初はこう子供ながらにいじめとかもあって、いろんなことがあって、こうすごく大変でしたっていうのもあれなんですけど、今となってすごくそういう経験があったから今の俺がこうちゃんと確立って言ったらあれですけど、こう形成されてるって言いますか、森崎ウィンというもののベースになっているバックグラウンドの一つというものがあったからこそってやっと思えることだなってすごく思います。